ジョン・カビラは沖縄県那覇市出身のフリーキャスター、タレント、司会者、ラジオパーソナリティ、ナレーター、ソニーミュージックアーティスツ所属。本名はカビラ・ジオン。日本人で琉球放送アナウンサーの父親、カビラーサ、清とアメリカ人の母親、ワンダリーの教師を務めていたとの間に生まれる。三人兄弟の長男であり。 元日本マクドナルドマーケティング本部長のカビラ・ケンジは、長男と俳優、タレントのカビラ・ジエイは自定。また、クリスチャンであり、東京バプテスト教会の会員である。1972年5月15日の沖縄本土復帰を機に家族と共に東京に転居。世田谷区内の中学に通った。高校は、母親が勤務していたアッシージに進学。 同級生にデーブ・フロムがいる。自、JA、衛と一緒に、読売クラブのユースチームに所属し、サッカーをしていた。アシージ卒業後は、国際キリスト教大学に進学。カリフォルニア大学バークレー校に1年間留学。大学卒業後は CBS ソニーに入社する。入社4から5年目頃には、TBS ラジオ主催のイングリッシュ DJ コンテストに、出場し優勝。 さらに社名により、FM 横浜で DJ デビュー。1988年東京のラジオ局 J-Wave に開局と同時にナビゲーターとして出演。CBS ソニーは退職する。以降、J-Wave の平日朝の帯番組、Tokyo Today を10年以上担当する。また、1999年4月から2000年3月の 海外研修期間と2006年10月から2008年3月の充電期間を除き、同局で番組を担当し続けている。2001年と2002年に NHK で単発放送され、2003年よりレギュラー化された NHK 総合テレビの番組、英語で喋らないとでナレーションを務めたほか、フジテレビ等でサッカー番組に出演するなど、2000年代に 入ってからはテレビでの活動も目立つ。2004年7月に公開されたアニメ映画劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションリツクーの訪問者でオキシスではポケモンバトルの実況アナウンサーグルーの役として声優にも初挑戦した。2006年10月からは充電期間に入り、それまでのレギュラー番組は降板して2008年4月まで1年半に渡り、 家族と共にオーストラリアへ移住したとされているが、実際は充電期間中にもいくつかの仕事を担当した。2006年10月21日には、オーチャードホールにて、第19回、東京国際映画祭オープニング作品、父親たちの成長期の舞台挨拶に髭を剃った姿で登場し、司会を務めた。2007年2月12日には、第49回グラミー賞。 2月26日には第79回アカデミー賞のワウワウでの生中継番組の司会進行役を務めた。2007年10月5日未明に放送されたフットボール CX にメインキャスターとして生出演。地上波では約1年ぶりの登場となった。充電期間が終了した2008年4月より新番組 JK ラジオ 東京ユナイテッドで毎週金曜日朝担当のナビゲーターとして JWAVE に復帰。また NHK 英語で喋らないとについても1年半ぶりに復帰した。同じく2008年4月よりテレビ東京にて放映が開始された機関車トーマスの第9シリーズより森本レオに次ぐ2代目ナレーターを務める。以後 NHKE テレに放送が移行後も引き続き、 ナレーションを務め、同作品の劇場映画版や特別番組、等においてもナレーションを務めた。2011年4月10日から、先取りで司会を担当した。2020年、生体炎や喉のポリープ手術のため休養。6月12日、パーソナリティを務める、JK ラジオ、東京ユナイテッドに約1ヶ月半ぶりに復帰。NHKTBS フジテレビテレビ。 東京朝日放送 BSTBSBS、藤はうわう独立 UHF 局テレビ CM に関しては、本人は、僕は、ラジオの人間だから CM なんか出ないと公言しており、事実、Tokyo Today の10年間は、テレビ CM には、ナレーション以外は出演していなかった。ありがとうございます。